じゃあいつも通りのに巻こうと思って、あとは編み込みの状態のポニーテールやりたい。ちょっと劇場だとできないんだけど、なんか機会あればやりたいなって思ってます。法律変わったの、そう知ってる。 いつかまでちょっとあれだけど。 自分で巻いたの？いつ？中学おめでとう、ありがとうございます。昨日は巻いてないよ。一昨日とか意見の時は自分で巻いた。竹山子さん？喉大丈夫？寝起きだから大丈夫。しのさん、ハートありがとうございます。収穫おめでとう、ありがとうございます。寝起きです。パスタ巻くのは逆にちょっと苦手っていうか、何、丸々切ってくれないのってあるじゃん、あれがあんまや。どれぐらい寝たの？覚えてない。私何時から寝たかわかんない。寝るつもりじゃないけど寝たいなの気持ちで寝転がったら寝てた。全然サンダルマリテザム。なんかね、見た TikTok。 できないんです。昨日初めて受け取ってないさ、後でもうちょい人数集まってから話そうって思うんだけど、昨日はまだもらえなかった。そう、私だからあれまだ来てないのかなって思ったけど、そのなんか何人か絶対になんかそうやったからねみたいな言ってくださった方いたから、あ、じゃあ多分まだ整理しきれてないのかなみたいな、だからまだもらってないです。だから明日なんかネタバレみたいな状態で自分がプレゼントしたものをなんかバラしたくなかったら言わない方がいいかも。お手紙はちゃんと届いてます。ガチすぎ。ピープ塗るのもちょっとなみたいな。さすがに塗った方がいい？血色やばい？どうも。触覚岩にケーキじゃなくて焼肉行った。なんか誕生日の時も私行きたいって言ったんだけど、ちょっと行けなくて、両方のあれで行きましたね。ケーキ私別に普通だから、そんな一番とかない。だよね。焼肉どれぐらい食べた？でも食べ放題だったからまあまあ食べた。ただなんか食べれる人食べれない日ってあるじゃん。食べれない日でした。だから本当はもうちょい食べれたんだけどなみたいな。ちょっと残念。待って、嘘でしょ。まあクレンジングで落ちるか。
昇格したら結婚する決心がついた。誰と？まだそんな先のことは考えてない。だって結婚率下がってってるじゃん。でもなんかなんだろうね。でも一人でね行くのも嫌だよね、上に。誰の肉食べたの？それ言うとあのビーガンが怒りそう。肉って言った時点であれだけど。変なとこでそうなんかね気になっちゃうの。一人で行く予定です。だって。そうなんかね、昨日の公演そう17期が私だけだったからあれだったんだけど、なんかツイッターとか見てくれてたのかな。 それでなんかわざわざあの今日昨日公演でそう今日会えるのになんか LINE とかインスタの DM でなんちゃんマキマキ可愛いねみたいな、巻き髪いいねってわざわざ LINE してくれてそう嬉しかった。ゆいちも褒め、てか18期みんな褒めてくれた、ファンに合ってるって。ちょっと今の私の言い方だと感情ないんだけど、もう特にもうねあの佐古ゆめみさんがめっちゃ褒めてくれて、もう、巻くじゃん、髪巻き終わってすぐにも褒めてくれたし、あの公演終わった後もなんか「へえかわいいです」ってなんかもうずっと言ってくれてね、嬉しい。あ、そう私ね昨日夢見にピンクのキラキラ借りた。なんかいつもピンクのキラキラかわいいなって思ったの。でなんかでもあのちょいお高いやつだから、なんか人にプレゼントであげるにはちょうどいい値段なんだけど、自分ってなるとなんかおうおうみたいな値段だったから、私の基準ではね、お金を使う、そう一旦借りたいなと思って。そうだから夢見に年に数回あるかないかのお願いしていいって言って。依頼とかしてほしいって。自分のあるのに。でピンクのキラキラ借りた。でゆいちはあの今回の公演じゃないんだけど、なんかかすみで話してた時にゆいちの話をされたの。でゆいちはなんかその話に不満があったみたいで、いや違うよ、聞いてくださいよのんちゃんさん、のんちゃんさんみたいな、めっちゃのんちゃんさん連呼されて可愛いってなった。そうなんかめっちゃねもうのんちゃんさんの呼びに私も慣れちゃったから可愛いなってね、一個しか変わんないのに。嬉しい。そうだから私18期と一緒の楽屋にね不安なんて一個も持たない状態で昨日入ったから。なんならあの楽しみだなぐらいの気持ち。そうだってもう一番近い席がかすみとゆいちだから、なんだろう、なんならずっとにぎやかそうじゃん。なんちゃん画像使ってくれてありがとう。体バキバキだ。バキバキなの？全然休んでね。そう嬉しかった。でも
結局なんかね、どっち信じたらいいんだいみたいなあれだから、うん、そうなんだねってやってるけど、でもガリッパリだけの人どこでさ、あの顔のさ9割はすっぴんだからさ取り戻せないよね。はい、うん、まあ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 お姉さんクマありがとうございます。4日間8公演駆け抜けていますって。出る側はもう大変そうそれ。意見こっこと頑張るんだよ、だって。うん、頑張る。ゾラのもだいぶ、あれだったよ。もう所長となんかさ、これこうでしたよね、みたいな。隣見たらイチャついてる、みたいな。そう、それが、だからね、番組の最初の方で、じゃあ今日は、こことここで、やりとりしましょうか、つって。話してた。のんちゃん見てかれてる感すごかった。え、違う、なんか私はなんだろうね、そう、好きな先輩と一緒にいるときは二人で話せた方がなんだろう、話せる量が増えるじゃん、三人とかの時より。そうだから、なんだろう、番組上なんか私置いてかれてかわいそうな子に見えはしちゃうのかもしれないけど、私はそう、お代理さん卒業も決まっちゃってるから、でしかもあのソララがそう、お代理さん好きで、あのね、そう、お代理さんが先輩ゲストでそう来てくださったから、2人でもう思う存分話してほしいなと思って、あんま見守ってた。え、違うよ、ソララは逆にあの盛り上がってくれてるから、喋んなくてもあの無音にはならないのよ。喋ってくれてるから、もう。ただ次回はあのね、ちょっと不安。その私メインで、あの大森真帆さんと千葉恵里さんが来てくださるわけじゃないから、そう、お姉ちゃん頑張ろうね。でもニヤニヤしてるお姉ちゃんはいっぱい見れるんじゃないって思う。結婚ってリアクションに腹抱えたけど、日常茶飯事であれ。よく言ってるよ。で、なんかそう、 LINE 見せ合ったみたいな話配信でしたんだけど、その時もなんか、ごめんね、ソララ言っちゃダメだった。なんか、お代理さんってめっちゃ絵文字を使うの？ボンボンボンって。そう、可愛くない？って言って。あと、なんか、いいことあったら、結婚っていう。で、無理ってあんなに言うとは私も思わなかった。結婚の方がいっぱい言うかと思った。でも、リハからめっちゃ無理って言ってた。またのんちゃんと所長でそう回します。
もう回す役、そうなんかね、そうなんかお代理さんがさ、私が進行馬みたいな 言ってくださってて、そうなんかちゃんと現地でもその場で気づいてたんですけど、なんか「進行うまくない?」みたいな言ってくださってるの、なんかあの後も言ってくださってたみたいで、進行うまくないみたいな。そう、だからなんかちゃんと力にはなってんだなって思った。ね、私は別にそんなつもりでまとめようと思って話したわけじゃないけど、なんかうまく所長にバトンが渡ったっていう。ジロリーさん結婚してありがとうございます。やだ。昨日もなんちゃんがいる MC、 いやあれは私がいるからじゃない。あれはね、ゆいちとね、かすみが頑張ってやって、あの、ゆめみのふわふわで、なんていうの?あの、二人のなんか、ちょい、あの、ネタのピリつきを 和らげるみたいな。ね、ゆめみと私の方見ながら、じゃあ、かすみから行こうか、つって。おもろいよね。あのね、大阪でね、そう、ご飯は食べられなかったんだけど、お土産買ってる時に、あの、ご当地パックってあるじゃん。そう、あれを買ったの。でね、なんか桜と抹茶とミックスジュースがあったの。で、そららとどうしようかってなって。いや、桜は定番だよねってなって。なんかミックスジュースと抹茶ってなんかね、なんかわかんないけど、ちょい抵抗を感じたの。じゃあどうする?ってなって。3択のうちの2択が、なんか、これどうなんだろうみたいな。そう、戸惑いみたいな 感じで、残りの1個は桜。何桜なのかな?パックになるってことは桜、なんか有名な桜だったってことだよね。そうで、そらだとどうしようかってなんだ。でも桜ってなんかねみたいな。大阪だけじゃなかったのか。そう、ちゃんと見てないからあれなんだけど。そう。大阪で買うならどれってなって。多分なんか京都のやつとかも置いてあったから、あれなんだけど。で、最終的に、これどんな感じなの?っていうやつの抹茶と、そららが抹茶で私がミックスジュース買った。で、あの、新幹線で、あの、半分こした。5個入りだったのかな?なんか2個交換して、3つ目が、あの、なんか、二人で目つぶって混ぜて、じゃあこっちってやったら、あの、ソララは抹茶で私はミックスジュースが返ってきた。でもね、使ったけどめっちゃいい感じだった。全然匂いも、なんか可愛い匂いがした。抹茶はまだ使えてないんだけど、あの、入り方がさ、箱なんだけど、あの、よくドラッグストアとかで売ってるあの、何枚か入ってるやつがいっぱいあるから。使えてないんだけど、でもミックスジュースは大丈夫だったよ、そらら。まあ大丈夫じゃないのいるわけないんだけどさ。でもお母さんとね、昨日、
大阪ってたこ焼きとお好み焼きが有名だから、いつかソースの香りのパックとか出てくんのかねって。あんのかな、もう。でもさ、つけてる時にずっとソースの匂いしたら、どうなんだろうねって 話してた。なんかちょっとあったら面白そうじゃない？なんか買うのには勇気がいるけど。ちょっと匂い薄めとかにすればさ、売れそうじゃない？ 勇者たちが買いそう。あとなんか好奇心旺盛な人。わ、すごい、三色団子いっぱい。おけいちゃん、ありがとうございます。滑舌悪いの、最近。大阪土産のあれミックスジュースよね。ね、私、そう、この前知ったミックスジュース有名なの。なんかもうたこ焼きのイメージがめっちゃ強くて、あれだったんだけど、そう、なんかミックスジュースも有名ですみたいな書いてあって。で、なんかお土産屋さん回ったら、あ、本当にあるってなった。意外となんだろう、知らない有名なものっていっぱいあるんだな。なんか自分が知り尽くしてるとは思わないけどね、その場を。ハトーブ見たよ、なんちゃん顔小さくてスタイル良すぎるって。あれダンスシーズン本当にさ、ねえって感じだった。 大変でした。ソースの代わりつけた人とは一緒にいたくないやって。そう、だからそういう人もいるだろうから、なんか次の日に彼氏に会うとか、なんか親戚のおじさんに会うとかを、久しぶりにおばさんに会うみたいな、そういう日にはやめた方がいいよねってなった、最終結論として。なんか本当に休みの日とかふざけて家族でやるぐらいがちょうどいいのかもしれない。綺麗ってありがとうございます。桜がね。 埼玉の有名なものは十万石まんじゅうと彩花の宝石とあとネギです。え、ネギ有名だよね。 うまい、うますぎる、十万石まんじゅう。でもね、それまゆちゃんって言ってたらね、知らないって言われたの、マネージャーさんに。なんで知らないのみたいな。 埼玉県民これ。 おもろいよね。だからね、そう、北辰もなんか全部でやってんのかと思ったら埼玉だけだし。 北辰も有名です。自己してありがとうございます。しません、まだできない。みさんいたらのんちゃんも、そういてほしかった。 やめないかな、一日だけで。だって2、3時間一緒にいられたってことでしょ？ドキドキ。なんかちゃんと、なんだろう、お話できたことってあんまないから、私がなんか、あ、そうなんですよ、みたいな。ちょっとアホっぽい喋り方しちゃうのね。アホっぽいっていうか、そのダンス審査めっちゃ良かった。でもなんかちゃんと動画見たら、こここうできたなみたいなのはいっぱいあった。確かにルーさんの言う通り。でも鏡で見た時もうちょいできてない。 分かんない、気のせいなのかな、なんかもうちょいできてる気がしてたけど、ちゃんと見たらできてないんだって思った。今後に生かします。先生に切れてなかった？どういうこと？私？切れてないよ。
深谷のネギ？そうそう、それそれ。のんちゃん、ポッピングババア思い出したな。みずみからメール来た。そう。あのね、前話したのかな？ちょっと忘れちゃったから、もう一回最初から話すとね。あれが、波動？私が最後に出た時かな？ハルピョンさんがすごかった時。あれ、あの前にね、ウェンディーズに行ったの。ああ。みずみの話したら、チリチリチリが来た。じゃあ、後で読みますね。ありがとうございます。そう。え、ウェンディーズに寄ったの。で、なんか、ポテトが食べたいってなって、そう、買ったんだけど。その時に、いちごのなんかがやってて、ゼリーだったんだけど、それは。丸い形だったの。で、私なんか、ああいう形の、なんか流行ったよね、みたいな。話したんだけど、みずみはわからないって言われて。でも私、名前が出てきそうで出てこなくて、名前が出てこなかったら、ちょっと検索のしようがないじゃん。最初の文字も出てこなくて。だから、じゃあ思い出したら言うねって言ったの。でもなんかネット見てた時に、懐かしい食べ物、ものみたいなのが出てきて、なんか何年に流行ったものみたいな。2017年に流行ったものとか、なんかそういう系のやつ。別に何年まで区切られてはないんだけど、あって、それで出てきて、ポッピングボバが、あ、いけなかった、ポッピングボバが出てきて で、コメント欄見るじゃん。ポッピングボバをその名前、ポッピングボバ、の名前そこで再確認して、これやってなったの。だから次みずみに会った時に、分かったよって言おうって思ったんだけど、なんか毎回忘れちゃって、でもなんか LINE とかで言うにはしょうもなすぎるよな と思って でも、まあ、そのまま1ヶ月ぐらい経ってそうだったから、LINE で送った。すっきりしたーってきた そう、ポッピングボブ流行ったよね。タピオカが流行った次ぐらいかな。ヨナさん、ハートありがとうございます。ヨニさん、カワイありがとうございます。ユウさん、サクラありがとうございます。ヨナさん、ハートありがとうございます。ユウさん、サクラありがとうございます。ピンガババってアイスじゃない？なんか、なんていうの？なんかイクラみたいなやつのジュース版。ダンス審査目の前で一人で踊る。それにしても手足長くて。なんかどうしたらいいかわかんなくて、部屋に入った時。よろしくお願いしますで始めた方がいいのか、なんかちゃんと名前を言ってから始めたの、いいのかわからなくて。どうしようみたいな。なんかしかもみんなのを見てるわけじゃないから、どう始めたのかわからなくて、あわあわみたいな。まあ、言っといた方がいいかなみたいな。悩んだなら言っとこうって思って言った。あ、ジロニーさんだったのか。ジロニーさん、ミラーボール、ありがとうございます。ちょっと順番に読んでるので、ちょっと待って。待って。あ、燃えるゴミゴミの人さん、またはありがとうございます。イエーイ。嬉しい、ありがとうございます。くまたはだ。ありがとうございます。ね、ちゃんと気づいてた。でもちょっと読むの時間かかっちゃってごめんね。無音で聞こえてないけど、昇格おめでとう。やだ、字汚いのバレちゃう、どうしよう。 いや、バレてんだけどさ、もう
見える、ありがとう見える、ありがとう、伝わった、ジェスチャーでしぶりに本気のタワーが見たいね、だって、なんか私が言うことじゃないけど、めちゃ人まがめちゃ人まが顔白いの、え、そう、私聞いて腕めっちゃ白いの今、あの AKB に行ったら目立たないんだけど、家にいると私めっちゃ白くなったなって、もともと日焼け止めがち塗らない子だったから真っ黒みたいな、夏の夏、私の場所は春だったの。そう、春の運動会が終わったらもう真っ黒で、唇があの日焼けにより水分を失いパリパリになったこともあって、とても大変でした。で、普段リップクリーム塗らないけど頑張って塗ってたで、本当に日焼け止め塗らない人だった。で、毎日あの走り回って公園とか校庭で、イクラのジュース版、え、なんかイクラみたいな食感のジュース版ってこと会う時はラップで自己紹介って、畑山望みだよってもう落ちるんだけど、それ最悪すぎない？無音だけど多分ありがとうって言われた気がする。そう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 だよ磯っちさん、ハートありがとうございます。しんごさん、あの桜の花びらありがとうございます。あさんくまありがとうございます。大丈夫、俺より綺麗だから。だって何その髪、内緒、みんなに言えない髪言えなくはない、いや言えないな、ちょっと学校のやつですね、もう使わない明日オンライン話か、一部よろしく、あ、一部お願いします。早く頑張ろうね。まさちゃんの直伝のタワーじゃない、え、あれか、どっちがいいんだいってやつね、ちょっと忘れちゃったよちゃんとはのんちゃん肌白くて綺麗、あ、綺麗じゃないんだよ、綺麗じゃないよ、綺麗じゃないです美肌の秘訣教えてください。え、美肌なの、私は美肌じゃないけど、やりすぎないの、うん、あのやりすぎない、なんか いるじゃんたまに、なんか化粧水塗って、順番ちょっと違うかもだけど、導入液塗ってクリーム塗って、なんかめっちゃ5個とか6個みたいなボンボンボンってやってる人、もう顔ベタベタにならないのかな、なんかやりすぎって良くないって言うじゃん、まあなんか必要なことなんだろうけど、なんかやりすぎは良くないみたいな、どっかで見て、そう、私はあのぐらいやった方がいいんだって小さい頃思って、化粧品集めるの大変だなって思ったの。そしたらどっかで、あの3個ぐらいで十分ですみたいな化粧水と美容液と乳液みたいな、そう見て、なんだなんだみたいなだからあんまやりすぎないようにして、顔しな白いね、腕白いのね、顔はちょっとわかんない結構なんちゃんの曲がり角ってどういうこと？剣道部でも外走った走った、あの何周かした学校の周り
なんだっけ、10週だっけ、ガチしんどいよ。なんかちっちゃいならいいんだよ、なんか学校自体が。まあグラウンドじゃなくてよかったけど、しかもなんか風強いのは私たち剣道部が外で外周させられる日に限って。風があるか暑いかで。まあ風もなんか弱い時あったけど、もう走ってる時って風強敵じゃん、あの向かい風だったら。だからなんか何周かはちゃんと走って、あの疲れたらあの歩きはしないけどランニング程度にしてみたいな。やってた。止まってはないから、そう、あ、まあ、休憩は自由にとっていいんだけど、そう、あの一番最後まで走るのも嫌じゃん。すごいよマサルさんで笑った、私わかんない、知らないです、ごめん。明日あれも一部だって、あ、そう、ゆきたんで思い出した。なんか私最初はなんかあんま気になってなかったんだけど、気になってなかったっていうか気になってはいたんだけど、なんか どんな感じかわかんないから、なんかインフルエンサーの人とかの口コミを見てから買おうって思ったの、キャンメイクの涙袋のやつ、ピンクの。でもなんかもう自分がじゃあいざ買おうって時にはもうどこ行っても売り切れで、そう、あの地元の売ってそうな場所全部回ってもあの完売しましたみたいな感じで、もうどうにもないじゃんって思ったの。ゆきたんにそれ話したら、いや私んとこあるよって言われて、そう、私のところ何でもあるからって。なんかどやられて。え、じゃあ、買ってほしいって言って、今日、ゲットした。ゆきたんありがとう。マジ感謝。そう、買ってくれた。そう、なんかマジこの色なくてずっと。もうどこ行っても、売り切れですみたいな、あの店員さんがお辞儀してるシールみたいなのもあるし、なくてうんって思ってた。思ってたらゆきたんの、そう、知ってる場所にあったみたいで、やっと大事に使えます、ありがとう、ゆきさん。世間の風当たりがそう強いの？困っちゃうよね。風でのんちゃん飛ばされないか心配だな、だって。飛ばされてはないけど、押されはするよね。私学校小さかったら増やされるだけか、集会。そうだわ。むくろじさんハート、ありがとうございます。え、だよね、そう、売り切れ多くて。埼玉の田舎とは違う。田舎ならなんで売り切れてんのよ。なんで売り切れてんだよ。埼玉は神奈川に負けた。いや、元から勝ててないような気もしますけどね。みなとみらいには勝てない。あの私の感想ね、怒んないで。
でさ、何クマだこれ、なんか杖持ってる。マット張ったみたいな。クマ、ありがとうございます。え、そうだよね、なんか。田舎、入荷はするよ。入荷はするけど、なんか、まあ、個数は少ないとかなのかな。え、でもなんかさ、新商品ですみたいな箱あるじゃん、なんか。新商品のやつってなんか箱あるじゃん。箱が埋まる分までは少なくとも入荷はされると思うけど。え、伝わる？これ。伝わってほしい。新商品って新商品のコーナーがあるじゃん。それの箱を組み立てて、商品が入る分のスペース分は入荷されると思うの。3回ぐらい言いそうだからもうやめとく。17期の聖地桜パークにあるやん、だって。確かに。でものんちゃんが住んでるところ別に田舎じゃないでしょ。え、でもね、それでね、都会ですとか言うとね、本当の都会の人がね、いいえ、田舎ですとか言うの。あとなんか埼玉の中でバトルが起きるの、次は。のんちゃんは自分が住んでるとこよりも田舎だと思う、みたいな。何のマウント？って。なんか急にマウント取られんの。え、仲間じゃないみたいな。埼玉の中でもバトル始まっちゃう。え、仲間だと思ってたのにっていう。そう、仲間からマウント取られました。埼玉芋の形じゃない。え、でもなんかさ、都道府県覚えるとき、何の形に似てるなみたいなのあるよね。わかる？ なんか、福岡は、なんだろう。人じゃないけど、なんか、似てない。なんか、わーってやってる子みたいだな、みたいな。田舎かどうか、私は気にしてないよ。気にしてない。元は気にしてなかったけど、なんか埼玉投稿してたから、翔んで埼玉のやつとかで、そう。そしたら、田舎、あれ？田舎都会みたいな。うーん、変わんないよ。大宮と浦和ですらマウント取り合ってる。ええー。もうどっちも都会かどっちも田舎でいいじゃん。あと人によって便利って違うじゃん。なんか全く同じ店があるわけじゃないから。例えが思いつかないけど。わかんない。私の価値観だから伝わらなそう。うまくちょっと説明できなかった。お姉さん可愛いね、名前なんていうの？おじさんとサイズいかないだって。名前は畠山のぞみです。サイズはお金だけくれたら一人で行きます。嘘。サイズ何が好きなの？私は辛味チキンとあれ頼む、たらこスパゲッティかカルボナーラ頼む。 なんでサイズチョイスしたんだろう。みなみさんハットありがとうございます。ジャングさん、ジャングハックキムさんハットありがとうございます。読み方ってるかな。
嘘に聞こえなかったって。まあ嘘ではないかも。ナンパ断るの上手じゃん。だってやだ、そんなことで上手なの。もっと違う特技がいい。ちかさん、小判ありがとうございます。しなひつじさん、さくらもちありがとうございます。劇場の近くにサイズある。あとあれでしょう、秋葉のあの劇場とは反対の出口、あの同じ改札じゃない方にもあるよね。サイズ何が好きなのって言ったら帰ってこない。帰ってこないということはもう私をサイズに連れてってくれないらしい。サイズに連れてってくれないって言ってくれたのに。最初にちょっといじっちゃったからかな。サイちゃんってバーミヤン私行った記憶ないな。行ったことあんのかな。あんまない。昨日一人でねつけ麺食べに行った。一人で行ったんだけどさ、ゆきたんと一回行ったことあって、3度目の正直ぐらいでやっと入れたところなんだけど、そう美味しかったからまた行ったの。一人で静かに食べて静かに帰った。寿司屋行きたい。そう行きたいなって思った。今日行けばよかった。ちなみに私はあれですね、サイズはAKB のオーディションを受けてる時もお母さんと行きました。そう、なんか何食べたいってなってサイズになった。ふふふ。ちゃん昨日お疲れ様でした。ありがとうございます。楽しかった。ラーメンつけ麺、そう一人で行けるからいいんですよ。ココが一人でチラに行くのびっくりした。なんで私はびっくりしてくれないの。なんで私はびっくりしてくれないの。私の方が年下なんですけど。普段の行いだよね絶対。サイズ食べて合格したなら縁起のいいお店じゃん。だってそうなのかな。一人で偉いねだって。違う、今なんでって言ったら、なんでって切れたら一人で偉いねってなだめてくれた。なだめてくれました。ルイチにラーメンおごってあげるの。でも行くなら特別におごってあげたいなって思ってる。なんか1個しか変わらないし、私も年齢が年齢だからなんかおごるには早いかなって思うけど、まあね、バースデーガールですし、そう、いけたらなと思う。ただ唯一は豚骨ラーメンが好きだけどさ、豚骨ラーメンって細麺が多いのよ。私細麺は追加しないとお腹いっぱいなんないじゃん。だから悩む。唯一好きなラーメン豚骨以外でない。プチ振る舞いとか大人っぽいけど、ウィバースとか子供っぽい。もう LINE だよね、もうあれの私の使い方。
LINE みたいに使って。私おしゃれの店は入れない。でカフェは一人で入らないし、あのドトールとかあれは行ったけど、めっちゃあれだった、チキッともうね、チキッタって言っちゃう、あの怖かったとかじゃなくて、そういうところだよね、知ってる。でも剣道部でチキッタっていう言葉を覚えてしまってから、なんか面白くて使うようになっちゃった私最初チキッタの意味が分かんなくて、チキッタってなんだってなってなっちゃってなんかなんだろう、いい意味ではないのは分かったの、あの使ってる場面的にただなんかチキッ、なんか最初でチキッタじゃなくてチキンだなみたいな、そう、なんで急にお肉の名前出したんだって思っちゃって、最初私が聞いた時もうこの時点でちょっと結構バカなんだけど、なんで剣道の試合中急にチキンの名前出してきたんだろうって思ったの。でも後から友達に、うん、あれなんで急にチキンって言ったのって聞いたそう、なんであの場面で急にチキンって言ったのって聞いたら、あの意味教えてくれたそう、面白い、うん、なんかスクランブルもそうだったんだけど、スクランブルって言ったら私はスクランブルエッグしか出てこなかった。自分が公演スクランブルで出てすごいねみたいな言ってもらえた時、スクランブルスクランブルエッグがもう頭の中に浮かんでしまってよくないよね。ゆうち2杯食うぞだって、いいよもう、替え玉無料そうなとこかライス無料なとこ連れてくからつけ麺確かに偉いねって言っても、私一人で行けるわっていうか、わがままな人ですいません確かにちょっと否定できなかった今すいませんね、ちょっとあの私の発言で状況を見て、あの褒めるときは褒めてくださいっていうわがまま言っとくね。じゃあのんちゃん一人で焼肉は行ったことない？一人で回転寿司は行ったけど、カウンターだった、なんか混んでたからちゃんとあどけないところ知ってる人は大人っぽいって言わないと思う。あ、そうだから、あのおだいりさん出てくださった回の時も言われた、そう、意外とあどけないって言われるだからあの17期で久しぶりに全員で出た雑誌の時も、自己紹介があどけない竹山のぞみちゃんですみたいな自己紹介されてた、あの X の文章のところで チキン畠山いい意味じゃないからやめてで臆病者、じゃあ私たちがチキン食べたいって言ったら臆病者食べたいになるの？あ、違うか。でも英語はあれか、あの発音が大事だから発音が違うのかな発音以前の問題かな。わがままな畠山、踊れちゃうからもうわがままな流れ星。サイドメニュー頼んだ気がする、茶碗蒸し好きで頼んだ。カウンターで大将に注文したの、回転寿司言うてるやろ回転寿司で「へえ大将」とか言われてもさ、いないんよ
俺はのんちゃんが30になっても恋の自己紹介の時には今日もベビちゃんだよって言い続けると、普段言ってくれてるの？逆に俺で言ってるよって言われたらちょいちょい気まずいやつ。プレゼント解禁されました、おめでたい。だから昨日花もらった、チェキわざわざ頑張ってくれてもらった、買いに行ったんだって。で、なんかプレゼント系はまだもらえてない？ゆさんハートいっぱいありがとうございます。回転寿司も握ってくれる人いるけど、兵隊将って注文するほどのさ、あれじゃない、タッチパネルがあるから。カッツンさん、桜の涙ありがとうございます。コールミープリーズだって、チワさん。言ってる時と言わない時があって、最近は回転してない。でもなんかしてるところあった、どこだったかな。50歳になってもハンバーグ大好き。あ、私が、私別にハンバーグ普通だよ。ただ萌え台詞でなんか出てきちゃったからってだけで。そう、きっかけって何か分かんないよね。花火好きさん、だるまありがとうございます。馬野さん、桜餅ありがとうございます。山陣さん、桜の花びらありがとうございます。サイダーさん、桜の花びらありがとうございます。私お寿司屋さんで卵頼んだことない。なんか出前とかなら卵あるから食べるけど、食べない、食べたことない。握手会だとオタクが流れてくる。なんでそういうこと言うの。なんちゃんはぬいぐるみが、いや、やっとそんなことなかった。最近なんかスマホを見てるからダメなんだと思って、ガチで寝たいときはもうタイマーセットしたらすぐポイってしてる、枕元に。高砂さん、ハートありがとうございます。あ、そっちね、違うところに行くって意味かと思った。小さいおじさんがぐるぐるしてますね。昇格おめでとう、コングラチュレーション、ありがとうございます。それめっちゃ偉い。だって何の話だ。レビさん、はあ、桜ありがとうございます。ワンちゃんのおちゃんは聞きなじみ。なんか今パリピなクマいるなと思ったらあれだった、あれクエストさこなすと投げられるやつあれじゃん、あれのキラキラとかハートがちょうど目のところにあってさ、私の画面だとクマになんかパリピみたいになってた、目がキランキランで。なんかコンサート終わった後ね、ディズニー行こうって思ったの。でもさ、春休み入っちゃうじゃん、だから激込みなわけ。じゃあ今じゃない方がいいのかってなって、うんってなって。行けるなら行きたいんだけどね、明日のコーデは決まってない。どうし、あ、でも、明日っていうか、まあ、どっちかでやろうかなっていうのは決まってるから、前来たやつで写真撮れてないから、それをどっちかできるっていうのと、まあ、どっちかを決めればいいんだけどさ。
1日目か2日目どっちかが決まってないから決めようかな。のんちゃん公園で髪型変えないの？変えたよ昨日。ディズニー何が好き？私が最後に行った時はやってなかったけど、スプラッシュマウンテン。でもなんか浮遊感がちょっとなんか嫌いっちゃ嫌いなんだなって最近気づいて、なんかそういう意味ではビッグサンダーマウンテン、私は浮遊感をあんま感じなかったから、浮遊感を感じる前に内臓のあの平地に戻ってくれるから落ちても。だから私総合的に言ったらビッグサンダーマウンテンが一番好きなのかもしれないって思った。この前行った時浮遊感は好きじゃないみたい。なんかちょっとね涙出てきちゃうんだよね。リフトで最上階の方、最上段の方が私は怖くない。ただ安全バーないからそういう意味では怖い。え、スペースマウンテン浮遊感ある？私分かんなかった全然。ただなんか立った時めっちゃ生まれたての小鹿みたいにはなったけど。え、違うの。なんか小6の時に初めてディズニーシー行って、タバテラが一番乗りたかったの私。でもそう、お母さんの友達とかと行ってて、基本みんなダメだったの、絶叫っていうか、あの縦はダメみたいな、こっちは斜めはいいけど縦はダメみたいな。でも一人だけそう乗れるよって言ってくれて、そう連れてってもらったの。もうストーリーでめっちゃビビって、あのボーンみたいなの起きようとするじゃん。でもなんか素直に怖いって言えなくて、でもなんかボーンって音でびっくりして、おーってなんか肩掴んじゃってびっくりさせるみたいな。そう。でもなんかね、そう、私あの時期ってすごい遊んでたの、友達と。なんかブランコを1時間なんて、あの川はあってがなければ普通に乗れるし、そう、鬼ごっこいっぱいしたり、平気で高いところから飛び降りてたし、そう、めっちゃなんかもう天真爛漫みたいな、本当に。で、そうだから、あれ、あとなんか行く前に攻略法みたいなのがあって、浮遊感が苦手な方はこれでちょっとは大丈夫だと思いますよみたいなのを見て試したら、あの写真撮られるじゃん、あれの顔は悲惨になるんだけど、あれ意外と大丈夫ってなって、で去年、あ、じゃあもう一回乗りたいなと思って乗ったら、あれ私意外とダメかもしれないってなって。そう、もう中学になると遊ばなくなるから、部活とかでみんなも忙しくなるから、あ、待って無理かもってなった。そう、だからここねちゃんと行った時ちょっと私がビビっていけなくてごめんねって感じ。ここねちゃんは一番乗りたがってたのに。ごめんね、あのセンターオブジアスのとから許して。許して。え、でなんか乗ろうって言われたら乗るけど、待ち時間ちょっと恐怖だよね、あの絶叫系って。ドキドキしちゃう。ビッグサンダーマウンテンはネズミがホテルに騙されて乗った伝説の伝説。そうなの？騙されたの？やばい、チャラチャラうるさいぞ。リフターは安全バーがないから怖かったけど、あれば多分怖くないと思う。手すりみたいな。そう、だからバンジージャンプもやりたいとは言ってるけど、いざ飛ぶってなったら怖いだと。あ、カリブの海賊すごかった。そう、初めて乗ったのこの前、初めて乗って、私どういう乗り物かわからないけど、なんか安全バーないじゃんあれ、なのになんか最初めっちゃ落ちるよって言われて、え、安全バーないよ大丈夫みたいな。
そうだから安全バーがないから、でしかもその隣に座ってた子はあの斜めあんま苦手だったから、で大げさに言ってるのかなって思ったの。でもそしたらさ、待ってめっちゃ上がってくんだけどみたいな。めっちゃ上がってってシュンみたいな、まあ、安全バーはいらないけどみたいな落ち方だった。そう、カリブの海賊はその前に絶叫祭りしちゃって、なんか心地よくて気温があったかいじゃん、ちょっと寝ちゃった。私いつはスモールワールドとかなんか座ゆっくり座れるやつ寝ちゃうんだよね。並んだ意味とはみたいな。なんちゃんいつもお米返しいただきありがとうございます。なんちゃん卒業式の袴は憧れる。でもなんか自分が卒業生じゃない時は憧れたけど、そんなに憧れないかも。小4か5の時に憧れたけど、でも私はあの普段着ない服装いいなみたいな思っただけで、そう和服ってあんま着ないじゃん。でもなんか中学で剣道部入っていっぱい道着着たから、あんま憧れみたいなのはなくなったかもしれない。変わってエモすぎてしんどいだって。そう、私も今思い出した。大人可愛い顔になってきたなって。なんかここの肉がね、いつの間にかめっちゃいなくなってんの。前に比べたら、ここと。別になんかダイエットしようみたいなあれはやってないんだけどさ。成長で落ちるよって言われたから、成長なのかね。3年で何があったの。そう、年取ったんだなって思った。で、一番面白かったのは、前も話した、ごめんね何回も面白い話したら失敗したくなっちゃうの、同じ話を何回も。面白かったのは、中1から同じクラスだった友達と行ったんだけど、なんか斜めがダメとかじゃなくて、なんか加工割れてないとダメみたいな。だからなんか、伝わる？なんかさ、ジェットコースターってさ、基本なんか乗り物で安全バーがあって、上はさ天井とかなんかないじゃん。そう、なんかそれがダメみたいで、正直、まあ、人によるけど、斜めよりさ縦に落ちる乗り物って少ないから、縦に落ちるの慣れてない人多いと思う。だから怖いじゃん。なのに斜めの時の方が絶叫してて、タバテラの時にあのめっちゃあのキャラクターいるじゃん、あれがめっちゃなんか怖がらせてくるじゃん、ストーリーの中で。なんかなんなら抵抗してるみたいな。余裕があって。そう、あの私より楽しんでたと思う、あの上下に落ちてる時も。なんか上に上がる時もさ、うおーってなるじゃん。でなんかここはいいんだ、ここはうおーって感じなんだけど、これがない状態の一番上上がってシューンってあるじゃん、あれ私本当に苦手。なんか魂ついてこれてるみたいな気持ちになる。この一番のんちゃんのせいで、なんのんちゃんのせいって、それならね一人で並ぶぐらいすればいいじゃないの、そう、あれなら。このちゃんはいいよって言ってくれたけど、何がのんちゃんのせいだよ。トワテラ乗れないとか、やっぱチキン畑山やってる。あの命の安全を考えて一旦。それで気絶して
なるほど、周り悪くしたりしたら申し訳ないじゃん。宇宙服は、でも一回着たことある。なんかデパートっていうか、なんかあるじゃん、大きいやつ。 そう、デパートでいいのかな、そうになんか着てて、何の時だったのか忘れたんだけど、なんか体験できますみたいな。 それで体験で、私は別に乗る気じゃなかった。なんかそういう新しいこととか、なんか知らない人と関わるのがそんな好きじゃないから、昔は毎回私兄を盾にして、なんとなくこういう感じなんだなっていうのを見てからやる人だったんだけど、その時私とお母さんだけでどういう感じか分からなくて、 めっちゃビビりながら宇宙服着せてもらった。 でもね、私はね、兄に先に行ってって言ってるわけじゃなくて、勝手になんかもう自分でズガズガ行っちゃうみたいな。だからお母さんとファーストペンギンだねって話してた。自らちゃんと言ってくれるの。誰かが切り飛ばして落とすんじゃなくて。ジュリーさん、桜の花びらありがとうございます。シリキュートゥーンで、そう、シリキュートゥーンでめっちゃ煽ってんの。ジュリーさん、三色団子もありがとうございます。ソーリン乗った。ね、匂い来るのすごいね、あれ。びっくりした。なんかなんでこんな並んでるんだろうって、私知らなくて、ソーリンができてから行けてなかったから。なんでこんな並んでんだろう思ったの。友達が連れてってくれたんだけど、入った瞬間でもなんか納得な感じだった。なんか絶叫じゃないからみんな乗りやすいし、でなんかなんだろう、匂いとか来るし、あとなんかモニター映像がなんか結構見ててさ、面白いから。あとね、上見たらね、上の人の足が見えるの。それも面白い。自分の足も見られてるかもだけど。そう、面白いなって思った。でも私、草の匂いが苦手で、うってなるの。だから、小学校の時に雑草の草むしりする時があって、私あれ不参加でした。できることならやりたいんだけど、本当に匂いがダメで。で、あれの時だけちょっと苦しかった。ディズニー行きたくなってきた、ラーメン食べたい。なんでそうなった？ まあ、あるけど、ね、そういうとこ、長男長女。でも私もね、一応長女ではあるの。長女ではあるの。末っ子だけど。ね、だいぶ臆病な子になっちゃいました。青っぽい匂い、なんかダメなのかも。なんか匂いが薄ければ耐えられるんだけど、その雑草抜きしてるとき、マジで匂い濃くて、何人かちょっと断念してた。小学生って結構体丈夫めじゃん。だから、あれかなって思ったけどダメだった。のんちゃんたちの遠足の場所、知らない。まだわかんない。本当に知らない。
んかリップどんだけ塗っても落ちるんだけど、私そんな舐めてた？記憶がないんですけど。遠足のおやつは何円分ですか？なんかね、学校でいちご狩り行ったの、誕生日の日に。なんかその時に初めて話した子がいたの、花のほぼ全員だったんだけど、なんかクラスとか関係なく、なんか勝手に組まれてて、そうだから私は一人いちご狩りをする気満々で、あの不安を抱えつつ来たの。あ、そしたらグループ決まってんだってなって仲良くなった。そう、あれから会えてないんだけど、結局ちょっと遠くてで名前はお互いちゃんと覚えて帰ったなんかさ、あの規模が大きくなっていくのよ、あの年齢が上がっていくと、人数的な意味で。だからね、全然あの喋らない人とか出てきちゃって、いや小学校から結構私は人数いたからあれだけど、ノアオタク狩りをしますって。タンさん、ハートありがとうございます。ゴルゴ13さん、魚のミラありがとうございます。18期19期に押し変したお宅を借りに行きましょう。いいですなんだろう、たまに来てくれるならそれでいいあなたはとても美しいだって。なんか急に口説かれた？どうした？とりあえず7期だけだよ。だっていつか章じゃないかも、そうじゃなくなるかもしれない。いや、それがたまにすぎ、なんかそう、それがたまにすぎて、私があの一瞬で、あれね、ん？ってなったらちょっと許してほしい。いや、覚えてると思うけど、私あので、そのポッピングボバみたいに、そう、食べ物と一緒にするなって話なんだけど、あのパッて出てこない時ってやっぱ人間だからあるわけじゃん。だからそれは許して、そう、それは約束ね。そう、あのできるだけ頑張るけど、あのガチであの思い出せてなさそうだったら丸々だよぐらいの気持ちでいてほしいめっちゃ急に早口。なんでそんな遠慮がちなのよ。だってどんなに言ったって、あのおしましする人はおしましするじゃん。じゃあ私がさ、おしまししないでください、私だけ見ててくださいって言って守ってくれるのは何人だと思う？もしあのちょっと規模を少なくするね、10人だったとするじゃん、10人中何人が守ると思う？ちょっとあの規模を大きくしすぎると分かんなくなっちゃうからちゃんと毎回7人するから、じゃあ明日7割られちゃう私記憶力いいの？でも変なのは記憶力いいので、あの私に恨まれるような発言はしない方がいいと思います。未だに幼稚園の悲劇私は忘れないからうふふ、一人もいないよ。だってもう嫌い嫌い、そういうこと言うなら嫌い今日プラメ送った？送ってない。だから
ちょい早めに辞めるつもり。45ぐらい。でも内容考えてないわ。それ昨日の話だった。何かこう、考えとく。45になったら教えて。あれも人間だからたまにのっちゃんってできなくて、ってなっていても許してね、だって。わかった。じゃあ私もわかるけど。ってやる。高校合格したけど課題やばいね。あ、なんか、前準備じゃないけど、あれね。かわいそうにあれ。そう、なんかみんな言ってた。あるよね、知ってるよ。あれ大変だよね。しかも初めてだからさ、なんかどんぐらい真面目にやったらいいのかわかんないみたいな。出て幼稚園の悲劇。私は悪くない。私は悪くない。明日の一部で反省会します。だってよろしくお願いします。優しくして。なんちゃんポケモンのキャラ何が好き？なんかめっちゃ王道で言うならブイズだけど、あのスイくんが好きでした。でもポケモンバトルでお父さんに毎回ボコボコにされるからスイくんで。ちょっとあれだよね。あのいい思い出が少ないんですけど。でポケモンバトルの時リクーザめっちゃ使ってた私。そう、最近はヌオとか人影かわいいって言ってるんですけど、小さい時はスイくんとかブイズが好きでした。今も好きだけどね。最近はそのヌオと人影かわいいって。そう、昔はね、あのポケモンのあのなんか全員いるかなみたいな歌あるじゃん。あれのね表あったんだよ家に。でなんかでもほぼ全員わかるわへみたいな感じだったんだけど、人間やっぱ言わないと記憶が衰えてっちゃってさ、これ何だったっけみたいなって言われて、あそれそれってなるの。言われたらわかるの。春休みの課題は1学期の成績に入る。ねえ、やだー。そう、なんかそれで関心よく見ないでほしいよね。待たせたな、残業日の休めろ様が来たぞ、だって。なんかちょっと生きっちゃった中学生。そう、あの、仲いいから言うね。そう。わかる？私が言いたいこと。ごめん、あの、そう、バカにしてるんじゃなくてさ、ちょっと気持ちわかってくれない？なんかいるじゃん、たまに。なんとか様が来てやったぞ、みたいな。私の周りにはいなかったけど、アニメとかではない。誰が悪いの？先生が悪い。私の話を聞こうともしなかったんだから。まあ私が泣いてたからだけど。サイン外れた、だって当ててよ。スイ君捕まえるの難しすぎだって。そうだったの。私スイ君持ってないからわかんないよ。あ、モクロが可愛いよね。確かに。お腹めっちゃ鳴った。お兄さんに奪われておかしくて、もう奪われすぎて覚えてない。でもサラダチキンを食べられて美味しくなかったって言われたのは一生忘れないと思う。なら、なんでまた食べたのって毎回言ってた。爪切った？切った？昨日切った。マナさん、団子ありがとうございます。なっちゃんのクラスメートでありたかった友達。
え、なんない方がいいよ。のんちゃんそれ以上に奪って、でも最近は奪われたからって思ってちょっと取るようになった。 ちょっとだけ取るようになった。でもまだ兄ほどじゃないから。スメロ様、だるま、ありがとうございます。ジュリさん、ハートありがとうございます。まあ、あと3分だ。マシマシさせない方は、だってみずみんだって最初さ、すっごいさ、18禁に行かないでって言ったけど、行った人は行ったでしょ。だからね、もうなんか私は何言っても無駄なんだなって思った。行く人は行くし、行かない人は行かないし、みたいな。わかんない。絶対諦めちゃうから、なんか。そう、アイドル性がちょっとないなって、最近自分でも。畠山のぞみとして生きちゃって、アイドルじゃないのよ、性格が。そう、最近めっちゃ思う。なんかアイドルらしい回答がわかんない。なんか強がっちゃう、変に。うん、別にいいし、みたいな。そういうところだよね。知ってる。知ってるけど、治んないの。元からだから。あれ、これ、ホッシーさん、ハート、ありがとうございます。デジさん、ハート、ありがとうございます。明日さん当たったよ、だって。やった、一人決定。ご丁寧に書かせていただきますね。居心地ないところに帰ってくるから大丈夫だよ、だって。それでいなくなられたら、居心地悪かっただなってなるじゃん。 ずっといてね。 あれ、これ、ほっしーさん、ハートありがとうございます。そのハートかわいいよ。やすめろさん、ミラーボールありがとうございます。大阪のお礼です、だって。え、逆にこっちがわざわざね、そう、お礼だよ。 今度高2、そう、新高2です。なんちゃんだけを見ていて、やだ。かわいい、マッティさん、ありがとうございます。龍太郎マンさん、ハートありがとうございます。野口さん、ハートありがとうございます。ゼロフィーフィーフィンガー。合ってる？絶対違うよね。ゼロさん、ハートありがとうございます。やばい、45分になっちゃった。ゆうさん、だるま、ありがとうございます。確かに私も寝坊しないんで早めに。とにかく食コメでとうだって、ありがとう。じゃあ読もうかな、そろそろランキングを。すいませんね、急に配信して。 13位、しのさん、しのさんありがとうございます。12位がジュリさん、ジュリさんありがとうございます。んとか言ってた。 11位がジムニーさん、ジュニーさんありがとうございます。10位がおけいちゃん、おけいちゃんありがとうございます。9位がやすめろさん、やすさはつけたくない？やすめろさん、ありがとうございます。 ゆさん、8位、ゆさん、ゆさん、ありがとうございます。7位がとみさん、とみさん、ありがとうございます。6位があさん、あさん、ありがとうございます。5位がもぎえさん、もぎえさん、ありがとうございます。4位がくじらさん、くじらさん、ありがとうございます。3位がエデンさん、エデンさん、ありがとうございます。2位がジロリンさん、ジロリンさん、ありがとうございます。そし
で、知恵が、燃えるゴミゴミな人さん、燃えるゴミゴミな人さん、ありがとうわー。ありがとうございます。サムつけろよー。だって怒られちゃった。ちょっとやだ。ということで、明日ね、私も起きれるように皆さん祈っててください。待って、明日髪型どうしよう。どうしよう。でも私別に自分でそのヘアアレンジできないんだよな。ということで、まあハンバーグやっております。ハンバーグって言ったらコメント欄で大好きって言ってください。いきます。ハンバーグ大好き。はい、ありがとうございました。明日はわかんない、やりたい髪型をやるかもだし、採用するかもだし、ちょっとわからないんですけど、まあなんとなくこれいつかやってほしいなみたいなのがあれば、あのツインテール以外なら多分やると思うので教えてください。ではバイバイ。昇格おめでとうだって、ありがとうございます。バイバーイ。ありがとうございました。この後メール送ります。バイバーイ。バイバーイ。バイバーイ。